ちょっとここ踊り場になるんで、はい、ちょっと右の方に行きますね。ユージのマウント TV ジャパン。じゃあそれ来た方っていうのは大体今ここあの中心地区でやってるんで、中心の方たちが来たよ、はい、そうですね、っていう方ですか。松本、安曇野、塩尻、うんうん、大町あたりもいらっしゃったかな。じゃあさっきの言ったその小林さんみたいな方も、もうちょっとなんていうのかな、一人マンツーマンじゃなくて伴走してくれる人がちょっとは、うん、もちろんそうですね、増えたってことで、うん、いいんですね。増やせるということ、うん、であとは、まあ、目の見えない方たちってその運動ができないわけですよね、うんうん、自分一人で運動するってなかなか難しい、うんうん、でまあ、白杖を持って、まあ、白い杖を持ってね、うんうん、あの歩いたりはできるかもしれないけど、うん、そのスピードを出して走るとか、まあ、歩くとか、うん、そういうことはできないわけですよ、うんうん、だからむしろその一緒に歩ける人たちを、うん、もう運動をする機会をたくさん取りたい、設けたい、まあ、それが一番。一緒に歩く人たちもってこと？そう。で、目の見えない人たちをもう引っ張り出すというか、うんうんうん、それが一番主かな。目の見えない人たちを引っ張り出す。そう。あ、運動しようよって、俺も運動したいからみたいな。そういうことですね。もう気軽に、うん、明日ちょっと時間2時間くらいあるんだけど誰か歩いてくんない、うん、みたいな、うんうん、そしたら、あ、じゃあ私できるからって手を挙げて、ね、一緒に歩くとか、そういうことが一番できればいいなっていう。そうですね、うん、じゃあそのなんだ仕組み作りみたいなことをこれからあれですね、作っていってっていうことですね。はい、じゃあ階段を私一歩、はい、乗りました。はい、ちょっとここ踊り場になるんで、ちょっと右の方に行きますね。右の方に。怖いね、踊り場は。怖い、踊り場怖い、うん、階段はね結構ね怖いらしいですねこれね。はい、じゃあちょっと行きますよ。 まだ大丈夫です、はいはい、私がじゃあ今一歩降りました。はい、はい、はい、まっすぐまっすぐ。このテンションが結構ですね、はい、重要なんですね。本当にまっすぐなのかなって分かっちゃうします。信頼関係、何でも信頼関係ですね。はい、でゆっくり行ってください、はい、ゆっくり3、2、1で止まるように、2、1、はい止まれ、はい、はい、階段、段差確認できますか。 ありましたね、はいはい、じゃあ降ります。3、2、1、はい、踊り場、はい、踊り場、はい、ゆっくりゆっくり。僕の人生も踊り場って言われてるんですけど大丈夫です大丈夫です、はい、進んでます。はい、はい、ここから段差です。はい、はい、じゃあ行きます。3、2、1、はい、OK です。はい、でこれが盲人の方 の黄色いラインに入っているところです。下ですね、はい、もう一回じゃあちょっと外れてみます。はい、ああもういわゆる足がかりが何もないですね、はい、でまた戻ってみますね、はい、足がかり。3、2、1、はい、OK。 緊張します。緊張しますね。腕固まります。うん、なんか人の声がまた何だろうな、近くにもすごく感じるし、すぐ近くにいるのかなとかと思うと全然遠かったりね、遠かったりって見えないんだけどこれはなかなかねこういう貴重な機会がね、設けてもらったんで、皆さんもちょっと一度お試ししてみてはどうでしょうか。未来についてはどうですか。今後どういうふうにしていきたいとか、なんか一番はまあ今言ったようにその、はい、目の見えない方たちもたくさんもっと参加してもらって、うん、好きな時に好きな時間、うん、好きな人と歩いたり走ったりっていうことができるようにするっていうのが一つ、うんうん、それとあとはやっぱり見えないっていうことを体験してもらう場をたくさん設けたいなと、うんうん、人との、ね、コミュニケーションをしっかり取っていくっていうことは、うん、とっても大事なことで、うんうん、それがその、まあ、見えないっていうことをね、うん、こう体験することで、うん、非常に強い絆というのか、うん、濃い深いものが作れるありますね、うん、俺もちょっと同年体験会の時に、はいはい、湯口くんっていうですね、湯口ちゃんとちょっとなんだろうな、犬猿の仲とは言えないんだけど
そういうね面白い男がいるんですけど、あのその彼と二人で組んでね、あのブラインドやり合ったんですよね、うんうん、そしたらやっぱりね、なんかすごく相手に対する信頼感とか、信頼しなきゃいけないとかっていう気持ちにもなるし、あれはね、伴走する側にとってもすごく大きなね発見っていうかね、そうなんていうんだろうな、ありますね。あるよね。ちょっと一言じゃ言えないんですけれども、それがね一番、まあ、自分の中でもこう発見っていうかあって、うん、まあ、それをしっかりやっていきたいなと、うん、あのまあ小学校だとか中学校だとか高校だとか、うん、学校教育の中でもね、うん、あの活かせるものなのかなってちょっと思ったりして、そのグループをしっかりと構築させるためのツールとしてね、うん、なんか使えるんじゃないかなって思ってます。なるほどね。あ、そっか、そっか。それあの人間の基本的なその信用するとか、あの、そうそうそう、信頼するとか、うん、そういうところの縮図かもしれませんね。もしかしたらね、うん、だからそれをねやっていきたいなって、うん、皆さんね、あのね、目一回閉じてもらって歩こうとするともう本当に普通の一歩が出せないんですよ、うん、で路面のこんなちっちゃなギャップとかが気になったりするんだけど、そう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 、そういう時に伴走する側の人が、はい、もう2、3、もう3歩で階段あるよとかそういうふうに言うと、初めねちょっとね、あの疑っちゃうんだけど、うん、本当かなと思ってるけど、もうそのうちに任せるようになるんですよ。そうそうそう、で任せて電信柱にぶつかっちゃう人もいるかもしれないけど、まあそれもねその相性というか、俺も小林さんも結構大変な目に合わせたから。そうなんですか。車止めに股間がガーンってごめんごめん。慣れるとまたそういうこともあるのかもしれないけど、まあそれも含めてあの一つのブラッシュアップというか成長なんでしょうね。それがねできればいいなっていう。あともう一個、はい、やりたいこと、はいはい、あとは、うん、今ね本当にあのパラリンピックとかあるじゃないですか、うん、でリオのパラリンピックを目指してる、うん、要するにもう早い人ですよね。早い人、その2時間半を切りたいとか、うんうんうん、まあ、よく一般市民ランナーとサブ3を目指すとかっていうじゃないですか、うん、それももっと早い人が、うん、その伴走者がやっぱいないと、練習してくれる人が、うん、でやっぱそういうのをねこう伴走者、早い伴走者も育てていく必要っていうのはあるのかなって思ってて、それレベル高いですね、うん、だそういう、まあ、企業だとかそういうところの、まあ、あ協賛が、ね、必要なのかなとも思うんだけれども、こんにちは、なるべくねそういう、まあ、一般の人から、うん、もうアスリートまでっていうのはこうやっていってもいいのかなってちょっと。そうですね、うん、その伴走する側もサブスリーしなきゃいけないってことですね。もう育てる一般の人からアスリートまで。僕みたいなアスリートはどうすればいいですか。頑張って仕事を探してください伴走、あと伴歩、伴歩、そうです、歩歩歩って言ってますね。歩くっていう方で、はい、歩、歩くの方も、うん、積極的にやっていくと。そうです。でそれは行くと今度伴歩、伴歩ですよ、一緒にね登山をこれね、バントね、違うわ、バントでいいんですか、バント、バンポの、まあ、延長だろうけどね、うん、歩いていくからね。だってさ、あの体験会行った時に、ご年配の女性の方が、うん、丸山さん、はい、丸山さんって言いましたっけ、うん、槍ヶ岳登ったって言ってましたよ、うん、目の見えない方なんですよ、うん、それバントになるんですよね。まあそうだろうね、うん、それは素晴らしいことで、うんうん、だってもっとさ複雑じゃないですか、複雑路面がね、うん、一定じゃないんで道路みたいに、だからそれをやるってことはなかなかね今後ね、うん、興味深いというか、そういうのも広まってまた山にねそうやってまた増えてくればいいですね。そうそうそう、うん、私山のそういうのも活性化する役目がありますからね、うん、あると思う、うん、何せこんなとこ住んでますからねここね見えないかもしれないけど結構300メートルぐらい下が町なんですよね。そうです。すごい高台にあるところなんですよね、うん、実は厚沢じゃないけどこれはなんだ、メトバ川か、メトバ川、うん、であっちに乗鞍も見えてですね、はい、常念山脈がーっとね、そうそうそう、綺麗だね、はい、まあ、そんな感じでね、今後もですね、マウント TV ジャパンでもですね、はい、そちらの方を追いかけていきたいと思いますので、はい、ありがとうございます。レザーの方をどんどんくださいね、はい、何かイベントがありましたら、ね、了解です、ください、はい、以上こんな感じでよろしいんじゃないでしょうか。ありがとうございました。マウント TV ジャパン山根子の的場です。ロックンロールマウント TV ジャパン、チキビやば
ヤマテレヤマテレマウント TV マウント TV ジャパン。